はい、スムさんのアカデミス柴藤と申します。よろしくお願いいたします。今日ですね、学術系クラウドファンディングの現状と課題未来ということでですね、我々が、これまで8年間クラウドファンディング取り組んでまいりまして、どういった事例があるのかですとか、あと今課題がどういった部分にあるのかという話と、あと今後どういう世界観を作っていきたいのかといったことに関してですね、お話をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。先ほど山田統括からお話がありましたが、まさにおっしゃっている通りですね、こうお金がないからクラウドファンディングではなくて、研究の応援団を作っていくといった文脈が非常にこう大事になってくるようなサービスとなっておりますので、そこにこうフォーカスをしてですね、お話を進めていきたいなと思っております。はい。でですね、我々アカデミストという会社はですね、研究者が生きる私たちがつなぐということで、研究者の方々と様々なステークホルダーをつなぐような事業を進めてきております。で、具体的に4つあるんですが、クラウドファンディングサイト、あとはアカデミスジャーナルというメディアですね、あと企業さんと研究者をつなげるグラントというサービスと、あとまあイベントのサポートも行っております。今日ですね、このクラウドファンディングに限定をしたお話を進めていきたいと思っております。はい。今日の流れなんですが、こういった形で、まず業界全体の動向の後に、学術系クラウドファンディングの現状と課題と。で、その後、アカデミストとして今後の展望、まあ、未来の話ですかね。最後まとめという流れで進めてまいります。はい。ぜひ、アカデミストのサイトも、ご覧いただきながら、聞いていただけると幸いです。では、まず初めなんですが、クラウドファンディング、実は最近も様々なクラウドファンディングがありまして、サイトだけでも1000以上のクラウドファンディングサイトがたくさんある状態ですので、まあ、全てをこう網羅することは難しいんですが、大きく分けると、寄付型、購入型、貸付型、株式型となっておりまして、寄付型は税制優遇措置を受けることができますよというところで、購入型は物品とか体験とか情報を購入して支援するという、そういう仕組みになっています。で、貸付型は銀行みたいな形で、こう、まあ、利回り5%ありますって、そういうようなパターンで、株式型ですね、上場していない株式会社の株式をネットを通して購入するという、そういう仕組みになっていてですね。まだアカデミア領域は、まあ、この二つ、寄付型購入型がメインという形になっているんですが、まあ、株式型に関しては、特にまあ社会的に意義がある、こう、スタートアップとか作るような、研究に非常にこう相性がいいと思っておりますので、今後5年、10年で進展していく可能性があるのかなと思っております。はい。よく結構クラウドファンディング投資するっていう方もされたりしてるんですが、まあ、投資は基本的にリターンを求めるような営みを、まあ、指すことが多いですので、まあ、クラウドファンディングに関しましては投資ではなくこう支援という言い方で我々は統一をして使っているという、そういう、はい、状況でございます。はい。でですね、学術系に特化したクラウドファンディングサイトに限定すると、まあ、非常に少なくてですね、世界的に見ても10個あるかないかっていうところで、アメリカ、日本、イギリス、ドイツ、スペイン、日本ということで、まあ、リストを挙げていますが、一番大きいところが、エクスペリメント .com というアメリカ発のサービスございまして、これが2012年ですね、に公開されたもので、プロジェクト数が2500近くあって、まあ、使った研究者の方もそれぐらいいらっしゃるというような形です。ぜひ、こちらも、ネットでご覧いただければなと思います。で、学術系に特化すると、アカデミストの規模でも世界2位ぐらいのところですね、我々もこの後少しご紹介しますが、200件以上のプロジェクトが公開されていて、まあ、特にまあスポット型とか月額支援型といったような仕組みもですね、採用して運営しております。はい。で、欧州も、それぞれの国で展開されているというところなんですが、ただ、学術系に特化していないクラウドファンディングサイト、日本で言いますと、キャンプファイヤーさんとか、レディーフォーさんとか、でも、研究系のプロジェクトはあったりいたしますので、そこ、まあ、全体的に、こう、まあ、ご覧いただくと、こう、サイトの雰囲気とかもつかめてくるのかなと思っております。はい。あと、大学特化の CF サイトということで、徳島大学の学長さん中心に作られたオツクルさんとかもありますので、ぜひこのあたりもですね、こうご覧いただけると、はい、特徴が見えてくるかなと思います。はい。で、現状と課題というところなんですが、そのためにですね、まずアカデミストの簡単なご紹介なんですが、皆さんクラウドファンディング言葉はご存知かもしれませんが、研究者の方がですね、研究で実現したいことをネットを通して発信いただきます。そこに対して応援したいと思った方々が、だいたい平均1万円の支援が結果として出てきてるんですけども、それぐらい研究者が支援をして、で、当初設定した目標を達成した場合に、そのお金を研究として使うことができるという、そういう仕組みとなっています。で、これまあ、寄付、
の要素も強いんですが、もうお礼があってですね、例えば研究報告のレポートですとか、あとオンラインサイエンスカフェで一緒にディスカッションしましょうねとか、あとまあラボツアーでラボ紹介しますよとか、そういったこうリターンをこう提供するという点が、一つクラウドファンディングの特徴ということができます。はい。一つ事例をご紹介したいんですが、2016年に行われましたクラウドファンディングですね。雷雲からの謎のガンマ線ビーム燃えというプロジェクトがありました。もともとこの二方はですね、ガンマ線、雷が鳴った時にガンマ線がどう出るかっていうメカニズムをこう、まあ、理解したいというようなことを考えていらっしゃったんですが、なかなかこう、まあ、前例のないプロジェクトでしたので、科研費とか、あと大学の研究費がなかなか取れなかったっていうところがあったんですよね。でそこでじゃあまずはプロトタイプを作って、データを取ってから、エビデンスをしっかり揃えてもう一回科研費出そうっていう、そういう作戦で、クラウドファンディング使われたんですけれども、無事にクラウドファンディング成功されてですね、その後、しかも科研費も採択されて、かなりこう良い流れで研究を進められたという実績が、出ました。で、この二方は非常にチャレンジングな方で、もともと天文学だったんですけども、まあ、なかなか雷っていう研究をですね、こう、やる方が少ないところで、でも自分たちやってみたいということで、新しい分野を作るぐらいの、モチベーションで挑戦されてですね、で、この研究成果も、実際に、ネイチャーに掲載されるという実績になってまいりまして、これはどうしてもその、既存の仕組みがいい悪でないんですけども、そのエビデンスが少ないとどうしてもその、まあ、お金をつけづらいっていうのは、まあ、構造的になるのかなというふうに我々思っていて、まあ、クラウドファンディングでまずはこう、最初、プロトを作ってやっていくっていう部分は非常にこう、なんか、相性がいい動きなのかなというふうに考えております。はい。なので、まあ、研究アイディア、イノベーティブなアイディアというのは、こういうテーマでいきましょうっていうよりは、研究者の方がこれやってみたいとか、これ実現したら面白そうだっていう、もう目的が本当面白いっていう好奇心ベースっていうところからイノベーションが生まれるって我々信じていて、そういった動きをこう加速するために、クラウドファンディングを運営しているという、そういった目的もございます。はい。もちろん全てではありませんが、そういうような流れの方が恩恵じゃないかなと思っているというところです。はい。でですね、これは実績としては223件ということで、だいたい2億円ちょっとで、サポート件数も1万6千件ということで、研究ファンが1万6千人いるというふうに、はい、ご理解いただければと思っております。でですね、達成率も 85% ということで、ほとんどのクラウドファンディングプロジェクトが目標金額を達成しているというところになってきておりまして、大学数も 100大学以上の方にも使っていただいている状態にはなってきているという状況です。はい。で、そんな中でですね、他の研究費の比較ということで、整理をしてみたんですけれども、まあ、もちろんまだ国プロとかの、研究費もあるかと思うんですが、アカデミストを使う研究者の方がよく使われている、研究費を今ちょっと整理をしてみました。で、科研費、学内研究費、財団助成金、あと共同研究費、クラウドファンディングっていう形で整理はしているんですけれども、まあ、それぞれ、まあ、拠出源が、税金だったり、寄付金だったり、まあ、企業の開発費だったりしたりするんですけれども、まあ、クラウドファンディングだけ明らかに違うところはですね、もう個人の自己資金っていうところなんですよね。しかもその個人の顔がこうよく見えるっていう点が特徴的になってきていて、そこが他の3つとの、あるいは、ま、国プロとかの研究費とも本質的な違いなのかなと思っています。で、この個人がお金を出してくれるとはどういうことかと言いますと、まあ、それぞれ違った個人の方がお金出しますので、じゃあ一体どこを伝えればいいのかっていうふうになってくると思うんですよね。でそこでアカデミストとして一番こう、重要視していることが、研究の面白さ、研究者自身の興味をもう最大限伝えていきましょうということをお伝えしていて、それ我々研究のビジョンと呼んでるんですけども、そこの研究者の方が何をしたいのか、それがなぜなのか、研究進んだらどういう面白い世界があるのかとか、どういうことが分かりそうなのかっていう、研究のこう、まあ、ワクワクという部分をこう最大限伝えていただく。で、そういったサイエンスはどうしてもその客観的にその、まあ、証拠を集めて、ストーリーを作って、説得力あるから、じゃあ次のファンドつけますよって、そういう動きもあると思うんですけども、もう基本的に主観出しましょうと。で、なぜ面白いってやっぱ主観だと思うんですよね。すごい面白いっていう部分を、こう、ストーリーを作って、一般の方にま伝えていく。で、もちろんその研究が進むかどうかはわからないんですが、そこを含めてでしっかりこうお伝えしていくっていうところが大事だというふうに考えて、おります。ですので、最初は皆さん科研費、とか、助成金とかと結構近い、こう、分体で、
申請いただくんですが、そこではまた違ったストーリーを作っていくっていうところが、一個特徴的なところなのかなというふうに思っております。はい。で、まあ、そうすることによって、結構なんかいろんな、ご指摘もあったりするんですが、例えばまあ、一般の方にそのサイエンス伝えるときに、実現できないことをできるかのように伝えてもいいのかとか、そういったご指摘もあったりするんですが、そこも含めてですね、ちゃんとまあ、できる可能性は高くないんですが、やっていきたいといったように、ページに盛り込むことによって、研究の応援していただける方と、ファンになってもらって進めていく、そういった流れで運営しているというところです。はい。一つ、その特徴があると見えることとしてはですね、実現可能性に縛られずにっていう点が大きいかなと思っていて、どうしてもまあ、税金をただ大きな額つけようと思った時には、本当にできるのかとか、申請しなかったらっていう点がもちろん考慮すべきところではあるんですが、クラウドファンディングの場合にですね、支援のモチベーションが研究者の研究活動をちゃんと見ていきたい。そこを応援したいっていう、研究者本人に対する応援っていう要素が強いので、例えばそれで研究進まなくても、これからこういう研究やったところ進みませんでしたって報告すること自体がサポーターとってリターンになってくるんですよね。そういった研究プロセスを公開することに価値があるというところを我々押し出してサービスを運営しているというところが特徴的なのかなというふうに考えています。はい。ただ、ですね、まだ課題としてはですね、非常に大きいところがありまして、すいません。支援総額がまだまだ大きくないっていうところで、国外でもアメリカでもですね、まだクラウドファンディング10億円に行っていないというところなので、まあ、いわゆる科研費等に比べるとまだ 1% に見ていないというところがあります。で、これからやはり公的資金は世界中、まあ、どうしても減っていってしまいますので、どうやればその総額増やすことができるかっていうところが一番大きな課題というふうに考えてまして、それを解決するためにですね、アカデミストでこの3つの軸から、取り組んでいるということがあって、一つが月額支援型で、二つ目がサービスの英語化。最後が、企業からのお金をこううまくいただけるような流れを作っていこうという、この三点を行っております。で、一点目がですね、ちょっと三つご紹介したいんですけども、月額支援型ということで、これからご紹介いただく山田先生とか、あとはジャムステックさんの取り組みは、スポット型といって、目標金額決めてやっていく形なんですが、月額支援型はですね、目標金額決めずに、毎月300円、500円、1000円の支援を行って、そのリターンとして、活動報告、研究者の活動を毎月読むことができるといったような仕組みを取り入れています。こうするとですね、研究者の方が、大学院生とかがですね、継続的に情報発信しますので、その方のことがよく分かって、なんかすごい応援したくなったと思って支援が集まったりするという特徴もあったりしますので、こういった継続的な情報発信の文化を作っていくといった意味でもですね、月額支援型、これからアカデミストとして押し出していきたいなと思っているところです。はい。で、2点目がですね、まあ、海外ということで、まあ、サイエンスには国境はありませんので、日本だけではなくて、海外にも、研究者の魅力とか研究テーマの面白さを届けるような場にしていきたいということで、現在、英語化を進めておりまして、一部のプロジェクトは、英語でも閲覧ができてですね、海外からの支援も受けることができるという状況になっております。はい。最後、三つ目ですね、支援総額増やすためには、企業さんからの支援を集めていこうということで、我々がですね、若手研究者を応援しようよということで、企業さんからお金をお預かりして、その預かったお金をですね、研究者にこう配分するといったような取り組みを進めております。はい。ちょっとまあ、詳細が、こういった形で、100万円を若手研究者が、月額支援プロジェクトを行って、獲得するっていったものなんですけれども、はい。ぜひ、こちらも、サイトをご覧いただければなと思っております。ちょっと時間が、残り1分半ですので、まとめに移っていきたいなと思うんですが、我々ですね、様々な学術業界の課題が、あること、研究者の方もそうですし、大学のスタッフの方からもお話を伺ってきていて、で、まあ、こう、なんとかしなくちゃいけないというところで、それ民間立場がやろうとしております。で、これは国だけではこれから、冒頭で、ご挨拶でもおっしゃっておりましたけれども、国以外のステークホルダーがですね、この学術業界を良くしようという動きを作っていかないことには、やはりこう、アカデミアってものがどうしても、このままでいけないというふうになってきておりますので、民間から新しい動きを作っていきたいなってところが、我々がチャレンジしているところなんですよね。で、結構この流れは、まあ、歴史的では、非常に、言うことができていて、もともと、まあ、大学というのは一回こう、まあ、死んで、また復活して、また死んだって、そういった、主張が、
東大の吉見先生の著書でも書かれてはいるんですけども、これから個人がまた中心となって自分の情報を発信してファンを作ることができる時代になってきておりましたので、大学像といったものを新しく再定義する、そんな時代なのかなと思っています。で、我々はそのステークホルダー、様々な研究者の方とかサポーターの方とか、企業さんとか、大学研究機関さんとか国とかで一緒にですね、こう開かれた学術業界、オープンアカデミアを作っていくというところをビジョンに掲げて様々なサービスを運営しているというふうになってます。はい。で、まあ、今回クラウドファンディングセミナーでお話ししてきましたけれども、クラウドファンディング一個の方法でしかないと思っていて、いかに研究者の方がですね、その国とか企業とか、一般の方とかと関係性を作るか、どう作ることができるのかっていうところが大きなテーマで、アカデミストとしてはそこに、サービス通して貢献していきたいというふうに考えております。